みんなお昼どうします？私、あ、私トモメで食べるものとかあんま食べてないです。そう、私もトモメで食べようかなと思ったんだけど、よく見たらさ、今さ、もう1時なのね。あ、1時、まあ、トモメ行って、なんか軽くちょっと食べる時間を設けて、スタバ飲む人もいるじゃないですね。なんで今直近のところ行ってお手洗いと飲み物補給しようか。それ今ってハマりすぎじゃないですか。すご朝、すご朝見じゃん。すご朝見。朝見ちゃんだよ。解明がひどい。解明がひどい。すご朝見。だからさ、それほぼあのニュアンスおじいちゃんと一緒ですからね。おじいちゃん。ほぼ一緒ですから。今だっけ。なんでおじいちゃんなの、モデラさん本当に分からない。え、何のおじいちゃんだっけ。伊達さんとかとあの謎解きをしてたの。謎解きですよね、あれ。モデルでしたっけ。謎解きですよね。謎解きをなんかレストランでしてて、よなんか誰か音読するときにすごい癖がちょっとおじいちゃん、おじいちゃんの言い方癖が強いだけで、話から全部おじいちゃん、お母さん、全部二文字目めっちゃいいんだと思う。やった遊び、やった遊び。ヤタベもこんな話題になると思ってないでしょ。思ってないね。ヤタベが想定してないよね。想定してない。そんなことしちゃう。牛久、あ、それはダメなんだ。そう、ちょっと発音ってあるからやっぱね。牛久、そこじゃなくて、多分そこじゃない。キーワードの問題です。あ、そっか、そっか。ヤッタ武器が復唱するかどうかね。測れる、センスが決まる、決まる。Thank you.
似てる。これが好きだったんだよ。でも新曲の方がよかった。トライアン。ありがとうございます。前オドピーが作ってくれてたんで。いや、オドピーすごいよね。なんか普通に会っちゃうから普通感、なんかすごい人感が出なくなってるけど、すごい人感。これ、明日もこの天気なのかな。あれ、曇ってない。わかるよ。東北だ。泣いちゃったな。いきねー。おしゃれー。おしゃれだね。目を止めちゃいましょう。うん、あ、出た。チョコレート。なんか食べる？私はお腹いっぱい。ね、軽く食べたい。名物的な。あ、わかんない。けどなんか一応
あるのと、あとなんかあそこら辺でこう持って帰ってくるでもいいかも。あー、なるほど、うん、なんかホットドッグ的なサムシング。何それ、何それ、何何何、なんかもうこの時点で頼んだら今作り始めて5分後に受け取れる。何そのウーバーイーツみたいな、やってるんですよ今。料金支払いはこれでできます。できんの、私もチャージしてるんでこれ。うわめっちゃいいじゃん。現代現代店側もいいよねそれ ね、うん、ね楽だよね、うん、対応してる。田辺です。言いたいよね、言いたいことがあるんだよね。夢を見ているのかな。磯の香り、磯の香りな。そう、クラミソチャーシュー、うん、そう、あどうだろう、そういうとこだろ。ちょっとネギ倒れてる感じの。あと1回以来の人が海外旅行に行こうと思って言って、めちゃくちゃ時間かかるけど、ヨーロッパに行く方法を知ってしまって、あ、どうやって行くの。ロシアまでフェリーで行って、ロシアからシベリア鉄道。ああ。